無人航空機を活用した産業の振興などを図る団体、通称ジュイダ認定のドローン資格を取得するための講習が奈良市にある奈良自動車学校で開かれています。講習は奈良自動車学校が運転者養成のノウハウを生かし、安全なドローンの操縦技術や知識などを学んでもらおうと企画したものです。受講者は修了証をジュイダに提出することで資格を得ることができます。講習ではジュイダのインストラクター資格を持つ教官がプロポと呼ばれる送信機の使い方や手動で空中に静止するホバリングの技術などを丁寧に教えました。今現在やはりドローンというのはどなたでもやはり簡単に飛ばせるものになっております。このドローンというのを飛ばしてもらうための技術をしっかり学んでもらうと。旅館で働いてるんですけども、今観光業界が落ち込んでる中でこの時間を有効に使おうと思い、受講させていただきました、奈良の魅力を発信しようと思い、奈良公園近い位置なのでそこで、全体を映していこうかなと。ドローンは2022年度をめどに国土交通省が技能を証明する制度の創設を検討しているといい、今後映像、土木、農業、物流などの分野での活用が期待されています。